はい。じゃあ、シュウさんの中学、高校、大学までの生い立ちをね、ちょっといこうと思います。中高は一貫の学校行かれてたってことなんですけど、まあ、その中高の時のですね、お話ちょっといただけたらと思います。うん、中高は家から近い進学校に行ってたんですけど、まあ、中高一貫の、うんうん、で、まあ、本当に自転車で2分で行ける学校で、でまあサッカーにおいては全然それはもう全然強い学校じゃなかったんで、まあ、ほとんどまた小学校の時と同じく自分らでボール蹴ったりミニゲームする毎日で、まあ、ほとんどこうしっかりサッカーした記憶はないです。シュウさん、2分ぐらいですか？電車で。あ、じゃあ自転車で。自転車で2分なんですよ。で、本当は自転車で2分の距離にあれば自転車通学が許可されないんですよ。ただなんで地図説明するときに2分じゃつかないようなこう遠回りの地図を書いて先生に提出してで自転車通学許可をもらって行くんで2分で着くんです。なるほど。それは道下るだけなんだ。行きは。うんうんうん。で大体弁当なんですけど2限目終わるぐらいでもう早弁して弁当ないんで。で昼休みになったら家に帰って飯食ってまた学校行くっていうちょっと僕興味本位で、はい、なんでその進学校に行かれたんですか？地元の中学ありますよね。地元の中学が自分らの時代は全員坊主。なるほどな。で本当にこれは時代の問題で、いわゆる非行、非行っていうのがあって、でそのまま行く中学だと無条件で全員坊主 で荒れてる不良がいっぱいいる。なんでもうほんと小6でいきなり頭いいわけじゃなくていきなり勉強し始めて、で受験して進学校行けば変な不良もいないし坊主にしなくていいんで。2分ぐらい自転車で2分ぐらいだったら地元の中学より近かったとかそういう話。そうなんですよそういう話。地元の中学がむちゃむちゃ歩くんでそうっすよね。なんかこの実はですね打ち合わせ中に中高の話はちょっと少ないかもしれんけど結構面白い話があるなと。まあね、まあいっぱいありますよ。まあシュウさんよく考えたらありましたねありました。で、まあ、サッカーもその6年間同じチームでやられたってことですよね。で、まあ、そこからなんか大学に行かれると思うんですけど、なんかその選ばれた理由とか、あと、まあ、大学行ったら、まあ、こんなことあったぜみたいなのをちょっとお話しいただけたら面白いかなと思います。まずそのサッカーは全然強くない学校だったんで。まあ、サッカー推薦で大学っていうのはいけないですよね。なので一般受験をするしかないと。でまあサッカーはやりたいし強豪校ではないけど、まあ、プロにはなりたいっていう思いがあったんで、まあ一つは体育大学の一般受験は受験教科が2個ぐらいしかないんですよね。日体大だとちょっとはっきり覚えてないですけど、まあ、選択教科も含めて自分は国語と英語とあと 100m とあとバレーボールとあとマット運動それで受験してるんで、もしここにねやれ歴史だやれなんだって入ったらもう不可能なんで、その代わり受験のためにも英語はめっちゃ勉強しましたね。なるほど。じゃあもう今シュウさんが英語を結構というかねめっちゃ操るのはその時のがベースがあるんですね。いやそうなんですね。で結局その語学って単語が勝負で、実は文法とかこうどう語順並べるかって言語によっても全然違うんでどう並べるかって、なんでそれよりは単語を山ほど知っているっていうのがやっぱりパワーなんですよ。例えば長い文章の中でも「うさぎ」っていう単語と「亀」っていう単語だけ知ってればうさぎと亀のストーリーをみんな知ってるんで、そうすると予測ができるんですよ。どういう話かみたいな。なんで単語が勝負なんで、これは正直な話受験にまあ国語と英語しかいらないんで、もう歴史とか他の授業は、その授業の前の休み時間にその教科書の行と行の間に英単語英熟語をバーって書いといて、で歴史の時間は歴史の教科書を持ってずっと英単語を覚えるっていうのを全教科やってました。なるほど、はい、すごいですね。なんかそうそう、ごめんなさい、ちょっとその高校の時にサッカーを、まあサッカー続けたいしってさっきおっしゃったんですけど、戦歴とかなんかどんな感じだったんですか？高校、中学高校の時のサッカーの戦歴、もうほぼほぼ何にも覚えてないですけど、1個だけ覚えてるのは普通の選手権あるじゃないですか、高校サッカー、で1回戦で四日市工業高校という相手に 10-0 で負けたのを覚えてます。もうつまりなんでそんなねプロになるとかそんなとこから一番かけ離れた人間であったのは間違いないです。なるほど。あの時の四日市工業って県ナンバー2とか3ぐらいですよね。ああそうですね、ですよね、そうですね。なるほどですね。でもなんか一番収めた大会一番勝ったのはどことかありますか？どこまで行ったのが最高とか。いやもうなんで記憶がないです。勝った記憶がないんで。確かにすごいですね。これはね夢与えますね。この見てくれてる方ね。そうですね。でその間一回サッカー部やめて、野球やったこともあるし。出てくる。もう一瞬やめてなんか。体育館通って卓球やってたこともある。そんなレベルなんで。僕知らないこといっぱいありましたね。そうなんですね。あ、ほで日体大行くんだって決めたわけですね。そうですね。まあ独自の勉強法を編み出して。はい。なるほど。じゃあ今度大学行って大学のエピソードがまあ多分たくさんあるんだと思うんですけど、なんか。言っちゃっていいところは言っちゃってもらって。はい。そんなね、言えない話ばっかじゃないのよ。もうちょっと時間気にせず言っちゃってほしい。まず一般受験で合格して日体大入った。